問題1。問題1では、まず、質問を聞いてください。それから、話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。 番、大学で女の先輩と男の学生がクラブの合宿について話しています男の学生は何をしななければあさってからのテニスクラブの合宿について確認をしたいんだけど今いいまず人数だけど参加者はコーチを入れて20人で確定です。申し込んん。だ時から変更はありません ありがとう。コーチの都合で朝の出発時間が30分遅くなったでしょ貸し切りバスの会社にはもう知らせたって言ってたよね。はい。じゃあ大丈夫だね。コーチと他のメンバーたちには当日の集合時間が変わったこと連絡しておいたよ。ペンションにも到着時間の変更を伝えてあるよね。そうでした。すみません。忘れずにね。 迷惑かかるといけないから。えっ、ー、と、朝晩はこの時期にしては気温が低くなるらしいんだ。上着を持ってった方が安心だと思うから、みんなにメールで伝えておくね。ありがとうございます。男の学生は何をしなければなりませんか 番。地域の池花サークルの部長から留守番電話にメッセージが入っていますこのメッセージを聞いた後ポスターのどこを直しますか森さん島田ですメールありがとう急いでるので電話しました森さんが作ってくれた展覧会のポスターのファイル見ました会場とタイトルの文字を 去年のポスターより一回り大きくしてくれて見やすくなったと思います生け花の,の写真なんだけど位置がいくらか左に寄っている感じがするんだ少し真ん中に寄せてくれるあと森さんは日時が書いてある位置を少し下げた方がいいって提案してくれたけどそれは動かさないでいきましょうじゃあよろしくお願いします このメッセージを聞いた後、ポスターのどこを直しますか？三番。お菓子の会社で。男の人と女の人が話しています。女の人は。この後。 クッキーの企画の何を変更しますか山田さん新商品のこの企画書読みました甘さを抑えた大人向けのクッキーの企画いいと思いますようちのクッキーはこれまで子供をターゲットにした商品ばかりでしたからねありがとうございます箱のデザインは高級感を出そうという狙いですねはい 販売価格を少し高めに設定したので、それに合わせてみたんです。そう。この案だと商品が店の棚に並んだ時に消費者の目に留まりにくいように思うんですよ。少し目立つ色も入れたりするとかしてみてくれますあ、はい、そうですね。じゃあ価格については価格は後で細かい調整をしますから、企画書のままでいいので。 指摘しした点を修正してもらえますか発売する時期は今のように来年の春とだけ書いておいてくれれば十分ですわかりました女の人はこのあとクッキーの企画の何を変更しますか 4番大学で女の学生と男の学生が話しています。女の学生はこの後どうしますか鈴木くん、確か金魚飼ってるって言ってたよね。うん。私も2ヶ月前から飼い始めたんだけど、魚を入れているガラスケースがすぐに汚れちゃうんだ。毎週のように掃除しなきゃならなくて、どうしたらいいかな 水の中に貝は入れてるガラスケースについた汚れを食べてくれる貝があるよ。うん。店で勧められたからね。そっか。あと、餌の量が多かったり、日当たりのいい部屋に置いたりしてないそういうのも汚れに影響するよ。私の部屋、日当たりがいいけど、他に置くところないんだ。餌は店で教えてもらった通りにやってるよ。少なすぎるかなと思うくらい。場所は玄関に置けば 餌は食べずに残ったものが汚れの原因になるから少なすぎるぐらいでいいんだよ。そっか。じゃあ、餌はいいとして、置き場所を変えてみる。女の学生は、この後どうしますか 5番。会社で、課長と男の人が話しています。男の人は、この後何をしなければなりませんか中山さん、新製品の洗濯機につけるマニュアルの案、見ましたよちょっといいですかはい、課長。今回のマニュアルは、詳細な取扱説明書と、簡単な簡易説明書。これは印刷物で、 もう一つは、インターネットの使い方の動画。この三つということですね。はい。詳細な取扱説明書は、このままで問題ないです。簡易説明書の方は、文字を大きくしたんですね。はい。見やすい方がいいと思いまして。いいと思いますよ。絵もシンプルだし、説明の言葉も簡潔で。動画は、洗剤を入れるところなんかは、 あんんなななに時間を取らなくてもいいいじゃないですかあ,あそうですね他にも余計なところは省いてもう少し簡潔にしてみてください動画の字幕を複数の言語に対応させたのは今のニーズに合っていると思いますよありがとうございます承知しました男の人は。

質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。 一番男の人と女の人が今見た映画について話しています。女の人はこの映画の何が一番良かったと言っていますか女の人です。 ああ、いい映画だったねうん音楽も映像も評判通り印象的だった本当。音楽が流れるタイミングもよくて途中で何度も泣きそうになったよそれに夕日が沈む海の映像綺麗だったなうん綺麗だったね私前に原作の小説を読んだんだけど最後はあまり希望が持てない感じで終わるんだ 映画は主人公の明るい未来を予感させるような終わり方になっていてそこが最高だったななるほどねそれに主役の男の子とても新人とは思えない演技力だったようん彼はこれから人気が出るだろうね女の人は この映画の何が一番良かったと言っていますか二番大学の授業で先生が学生に話しています先生は 実験に協力してくれる学生として、どんな人を募集していますか 私の研究室で来月を行う実験に協力してくれる学生を募集しています。今回は人間の脳と運動機能の関係についての実験です。1日に少なくとも6時間は睡眠をとっている人のみ参加できます。実験の内容は30分程度映像を見て質問に答えるもので、 実験中に走ってもらうようなことはありません。過去に私の研究室の実験に参加したことがある人でも参加できますので、ぜひご協力お願いします。先生は実験に協力してくれる学生として、どんな人を募集していますか 3番会社で女の人と男の人が話しています男の人がこの専門学校を選んだ一番の理由は何ですか 佐藤さん、仕事のあと山川 IT 専門学校に通ってるんだってうん前から少し関心があったんだけどウェブデザインの知識や技術を身につけられたらいいなって思ってそう私も興味あるんだけどどうして山川 IT 専門学校にしたの会社の帰りにに行くししては時間がかかか、るでしょまあ、もっととと通いいやすいところとか いくつか候補はあったんだけどね山川は少人数制のクラスだから丁寧に指導してもらえると思って授業料が安いとは言えないんだけど行く価値はあると思ったんだへえ何かウェブ関係の資格を取るつもりうーん今はそこまでは考えてないけど資格試験のためのコースもあって結構合格率も高いみたいそうなんだ。 男の人がこの専門学校を選んだ一番の理由は何ですか4番会社の送別会で男の人が話しています。男の人は

この会社では多くのやりがいのある仕事に関わらせていただきました。退職後は自分が卒業した高校のサッカー部。まあ、何度も全国大会に出ているような強いチームなんですが、そこでコーチの仕事をする機会を得ました。ご存知の方もいると思いますが、私、大学まではサッカーでプロを目指していました。就職してからも指導者の資格を取ったり、週末にボランティアで地域の子供たちに教えたり、 ずっとサッカーに関わってきました。やっぱり自分はサッカーが大好きなんだと思います。これからはその道で頑張っていきたいと思います。今までどうもありがとうございました。男の人は会社を辞めて何をすると言っていますか 5番保育園で保育園の先生と男の実習生が話しています先生はこの実習生に対して何に気をつけてほしいと言っていますか 山下さん、今日もお疲れ様でした。2週間の実習も半分終わりましたが、どうですかはい。最初の頃よりは緊張しなくなったと思います。でも、子供が危ない目に遭わないようにきちんと気を配れているか不安です。子供の安全は一番大切なことですからね。散歩や外で遊ばせるとき、山下さんが注意しているのは見ていてわかりますよ。 ありがとうございます。指示を出すときも、子供が理解しやすいように、言い方を考えて話していることがわかります。だからこそ、子供と接するとき、もう少し低くかがんで話せたらいいと思いました。はい。子供が先生の顔を見上げなくてもいいようにしてみてくださいね。いつも子供や保護者の方に元気に挨拶をしたり、 明るく声をかけている姿勢には感心していますよ。続けて頑張ってください。はい。ご指摘いただいた点に気をつけて頑張ります。先生はこの実習生に対して何に気をつけてほしいと言っていますか 6番。魚屋で男の店長と女のアルバイトの人が話しています。お客さんを増やすために新しく何をすることになりましたか 最近お客さんが少なくなっていて何とかしたいと思っているんだけど何かいい案ないかなそうですねスーパーの方が安いですしお客さんは向こうに流れちゃいますよね価格は変えられないとしても何か考えましょう今店で魚のフライを惣菜として売ってるけど焼き魚とかもっと惣菜の種類を増やしてみようかそれで 今やっている鮮魚の宅配に加えて、惣菜の宅配もやってみたら需要あるかな。魚料理は手間がかかって大変だと思っている若い人もいるだろうし。これ以上宅配が増えたら対応できませんよ。お惣菜も私一人じゃそんなに作れませんし。あの、最近は全国各地に旅行されて、地域の美味しい魚を食べたりしている人も多いので、 たまにその魚が置いてないか聞かれるんですうちの店でまだ扱っていない魚結構あるよね今はいろいろな地域のものも仕入れやすくなってきたからうちもいろいろ置いてみようかそうしましょう喜ぶお客さん多いですよお客さんを増やすために 新しく何をすることになりましたか。問題三。問題三では。問題用紙に何も印刷されていません。この問題は。 全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では、 始めます。1番 1> テレビでレポーターがある宿泊施設について話しています。こちら、宿泊施設旅宿は宿泊者数が10名の小さな宿です。旅行好きのご夫婦が開いた宿なんですが、なんと3ヶ月先まで予約で埋まっています。 利用者の大半は単身で、長期で滞在する方も少なくないそうです。ここでは、宿泊者はみんな、オーナーの家族と一緒に食事の準備、食事を共にするため、宿泊者同士、すぐに仲良くなります。みんなでバーベキューや花火をすることもあるそうです。常連のお客様はもちろんのこと、評判を聞いて訪れる新規の方も多いとのことです。 レポーターは、この宿の何について話していますか ?1、1> 人気がある食事のメニュー。2>, 2、オーナーの若い頃の経験。3、宿泊客に人気がある理由。4、これから始めるイベント。

企業や店が増えてきてきいます例えば病院にはストレスを減らす香りをオフィスには集中力を高める香りをといったように香りを活用した市場は今や3,000億円を超える規模となっており今後も期待されますアナウンサーは 何について話していますか 1, ?1 今年新しく開発された香り <S 2, 2 <S 様々な香りを楽しむ方法3香りを利用したサービスの広がり4ある香りが持つイメージ 3番テレビでレポーターが話しています車に商品を積み込んで地域を回る移動スーパーここ北山村の移動スーパーは自治体の補助金を得て週に2回食料品や日用品などを高齢者の自宅を一軒一軒回って販売していますそしてお客さんの表情や話し方から 高齢者の体調に変化がないか確認しているんだそうです。様子がおかしいなど気になることがあった時は自治体へ連絡することになっています。これにより自治体が高齢者一人一人の状況を知り健康を守ることができるそうです。レポーターは北山村の移動スーパーの 何について話していますか ?1、1> 高齢者をサポートする役割 2>, 2、取り扱っている商品の豊富さ3、高齢者を送り迎えするサービス4、利用者からの意見 4番テレビで料理研究家が話していますこの番組をご覧の皆さんの中には小学生のお子さんをお持ちの方もいらっしゃると思いますがお子さんは料理ができますか私は子供は料理をした方がいいと思っています料理することを通して子供は順を追って物事を進めることを覚えるでしょうまた 足りない材料を違うもので代用するなどして工夫する力を身につけていくことができますさらに親子で料理をすればコミュニケーションも深まりますよねこれらの経験は将来きっとお子さんの財産になるはずですよ料理研究家は何について話していますか 子供に家庭の味を伝えることの大切さ 2, 2子供のコミュニケーション能力を高める方法3子供と楽しく料理をするための工夫4子供に料理をさせることのメリット 5番地域のテレビ番組で小川市の市長が話しています地方都市である小川市は長年医師不足の解消が課題となっていました私立病院が医師の募集を出しても設備や環境が整った都会の病院での勤務を選ぶ医師が多いため応募者がなかなか集まらずまた 都会の病院へ転職する医師も多いためです。そこで市ではインターンを終えた後に市立病院に勤務できるという医学部生を対象に奨学金を支給することにしました。また市内の病院に勤務している医師に対しては研究費の一部を補助する支援を充実させていきたいと考えています。他にも今後、 いろいろと手を打っていきたいと思います市長は何について話していますか ?1 医師不足による市民への影響 2, 2医師の数を確保するための対策三。3> 3 市内の病院が減った理由四市の奨学金への応募状況問題四問題四では問題用紙に 何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。 1番、1> あれ、アンさんアンさんに会うの、大学を卒業して以来だよね。1、1> 本当によく会うよね。2>, 2、久しぶりだね、元気 ?3、じゃあ、卒業式の日に会おうね。 2番午後出張でしょもう行かないと飛行機に乗り遅れるよそれなら急がなくてもいいねもう間に合わないってこと 3> 3そろそろ出るよありがとう。 3番桜電気からの提案断るつもりだったけどプレゼンを聞いたら文句のつけようがなかったよ1じゃあ受けることにしたの 2, 2ねえ僕に不満を言わないでよ 3, 3断る理由ができたね 4番。うちの高校の試合、去年の優勝校が相手か。負けるに決まってるよ。1。1> 負けないって信じてるんだね。2>, 2。ええー、もう試合終わっちゃったか。3。やってみなきゃわからないでしょ 5番今度初めて海外勤務になるんだけどうまくやれるか不安でしょうがないよ1うまくいきそうなんだね 2, 2大変かもしれないけど頑張って 3, 3少しは心配したら 6番。中野さん、昨日のゼミのパーティー、中野さんも来られたらよかったのに。1>, 1、行きたかったんだけどね。2、2> 本当に参加してよかったよ。3、都合が合えばね。 7番森さんまだ来ないよ。森さんに限ってまさか試合に遅刻することはないよね。1あ、連絡があったんだね。2, 2遅刻してばかりだよね。3, 3森さん今まで遅れたことないからね。 8番今日のイベント、天気予報が言うように夕立ちが来たら途中で中止にせざるを得ませんね。1、続行できないですもんね。2、2> そのまま最後までやるんですね。3>, 3、え、イベント中止になっちゃったんですか 番今年度の売り上げが出たよ過去最高だったおととしに次いで高かったよ 1, 1おととしを抜いたんですね 2, 2過去最高なんてすごいですね3来年こそはおととしを超えたいですね 10番昨日私が話したこと、やっぱり聞かなかったことにしてくれない ?1、ちゃんと聞いてたよ。2、2> え、どうして何かあった 3>, ?3、ああ、今日なら時間あるよ。 11番商品の発送作業終わりそうにないね。他の人に手伝ってもらうより他ないか。1, 1そうですね。誰か呼んできます。2, 2誰もいないんじゃ仕方ないですね。3助けてもらえて良かったですね。 問題5問題5では長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から 最も良いものを一つ選んでください。では始めます。大学でダンスの先生とダンスサークルの学生二人が話しています。ダンスコンテストまであと一ヶ月だね。はい。今年こそ賞を取りたいです。そうだね。でも僕たちは人数が少ないし、 何か足りないよね。うん。人数が少なくてもかっこよく見えるように、もっと難しい動きを取り入れた方がいいのかな。うーん。今から難しいものを取り入れるのは時間的に厳しいね。去年、踊りながら衣装が変わっていくチームがあってびっくりしたんですけど、そういう衣装や小道具で変化をつけるっていうのもいいかもしれません。衣装はもうできてるんだよね。はい。 インパクトを与えるなら、かっこいい曲に一部変えるとかどうでしょう候補に上がってた曲がもう一つありますよね。ダンスの始めの部分をそっちの曲に変えられませんかそうだな。それよりも小道具で工夫するのがいいかもしれないね。何か手に持つとか。今回のダンスのイメージなら、和風のものが合うと思うんですが、どうでしょうか例えば、センスとか。うーん。 センスででそんなに印象変わるでしょうか。パッと広げたりすれば動きが大きく見えると思うよ。じゃあそれ試してみようか。曲を一部変えるのもいいと思ったけどそうすると動きも見直さないといけないから。このダンスサークルはどうすることにしましたか1 難しい動きを取り入れる。2, 2曲を一部変える。3衣装を他のものに変える。4手に持つものを取り入れる。 ラジオを聞いて女の学生と男の学生が話しています。桜遊園地ではお客様への感謝の気持ちを込めて来月10月から12月まで月ごとに特別サービスをご用意しています。10月は入り口で学生証を提示すると入場料が半額になります。学生の皆さんチャンスですよ。11月は 売店とレストランで使える500円分の割引券を1人1枚差し上げます。12月は入り口でお客様にくじを配り、毎日抽選会を行います。桜遊園地の年間パスポートやオリジナルグッズなど豪華な景品をご用意しています。また、毎年人気のスケート場を今年も12月と1月の2ヶ月間オープンします。 皆様、桜遊園地に素敵な思い出を作りに来てください。お待ちしています。サークルのみんなでどっか遊びに行きたいねって話してたよね。桜遊園地いいんじゃないいいね。学生割引のある月が良かったけど、僕その頃ちょうどアルバイトが忙しいんだよね。無理しなくていいよ。その後は ?500 円分の割引券がみんなもらえるならいいよね。 うんじゃあみんなに声かけてみようスケートも行きたいなスケートもできるときに二人で行こうよいいよああそこの遊園地の抽選会って景品が豪華だから人気あるんだよ混みそうだからその時期はやめて次の月にしよううんいいよ質問1 サークルのみんなと一緒に、いつ、桜遊園地に行こうとしていますか質問2二人はいつ、桜遊園地にスケートをしに行くつもりですか